今言われると、ね、もうそう、どんどん意識してもっと好きになるじゃないですか。なるほどなるほど。で、確かね、普通に帰ってて一緒に付き合うみたいな彼氏のお兄ちゃんが部屋に急に入ってきてじゃあ初めての彼氏っていうのどうですか。うん、初めての彼氏付き合った、初めての彼氏いつだっけな、なんかいろいろ行為は早いのに付き合うことが遅かったんですよね私。なるほど。ちゃんとした彼氏はできたのが小学生かな。小学生、いや早い早い、4年生。早いっすよ。小学4、あ、そうですか、4年生か。早いです。早いですか。そうですか。早いですよ。でも今みんな小学生でも付き合ったりキスとかしてますよ。噂ではそうみたいですね、うん、怖いですね。そう、付き合ったのが同じクラスだったかな。あら、中までしました。あら、早いですね、うん、付き合う時は向こうからとかあったんですか。どっちから。ね、同時だった気がする。もう向こうも私のこと好きっていうのは周りから教えてもらったし、私も彼は好きっていうのをもう噂で結構。なるほどですね。流れたから、やっぱクラスのさ、周りのクラスメイトがさ、うんうんうん、まあ好きな人なんだろうみたいな話して。ああ、なるほど。そんな言われると、ね、もうそう、どんどん意識してもっと好きになるじゃないですか。なるほどなるほど。付き合うっていう発想がもうあるんですもんね、小3、うん、小4で。すごいですね。で、付き合ったって感じかな。何くんですか。ん何くんだったんですか。にメッセージを。元気にしてますか。大きくなりました。お互い大きくなったと思うんですけど、お互い違う道を歩んでも頑張っていきましょう。よかった、見てね。彼女にバレないようにね。あ、そうですね。初体験とか大丈夫ですか。大丈夫です。初体験、まあ皆さん多分気になると思うんで、うんうん、そうなってくるとだんだん今年齢が上がっていってますからね。うん、初体験はですね、はい、15歳の中3でしたね。まあ早めっちゃ早めの方、ね、早いんですかね、分かんなくて。まあ、でも、まあ、早めではあると思うんですよね、うん、遅くはないでしたね。放課後付き合ってた彼と。あ、付き合ってたんですね、もうね、うん、彼のお家で。あの、初体験のエピソードで絶対に忘れられないことがあって。あら。実は彼氏のお兄ちゃんが部屋に急に入ってきて、いや、こっちたらね、もう裸でね、ベッドの上でやってるんですよ。やってますよね。繋がってるんですよ。ああ、で、少女で痛いじゃないですか。初めての日ですよね。初めての日、初めてのエッチで、はい、で、痛い、ちょっと、はい、でも彼が好きだから頑張るみたいな。で、彼も必死なんですよね。あの、めっちゃ頑張って腰振ってるんですよ。ああ、そこにお兄ちゃんが、うん、痛いけど、うん、我慢みたいな感じでこうしてたら、ノックもなしにいきなり、ガラーみたいな、えみたいな感じになって、こうなってる二人ともこうですよ、えそっちが飛び立った、えみたいな。で、お兄ちゃんが大学生だったんですよね。あ、なるほど。だから、結構分かってると思うんですよ。そうですよね。のことに関しては。ガラガラってなって、てんてんてんって5秒ぐらい間があったんですよ。うん、動かない、お互い動かない、もうこんな状態で5秒間なって、あ、ちょっとあの辞書、あ、参考書だっけな、うん、参考書取るだけだからごめんなって言って、パーって言ってで、パーって持ってって、ごゆっくりって言われて、ピシャーで閉められたの。はぁ、あ、みたいな。まあよくできないですね。こっちはもう裸見られてるし。いや、ほんとっすね。痛いのに、もう気持ち的にもいっぱいいっぱいなのにとか思って大変だった。でもその後は何も、あの、普通に何もなく続いてコンティニューしたんですね。コンティニューしたんですね。終わんなかった。うん、慣れなかったから、はい、最後までやりました。なるほど。びっくりしたな。じゃあもう初めての時すでに人にと見られるっていうのをもう経験してる。経験してます。経験してます。初回から
初回から見られるのはもうね、びっくりした。でも天職じゃないですか。いや天職だと思います。ね、見られるのはね、見られるのね、好きなんで。まあ好きになっちゃいますよね、その今なんで、うん、最初痛かったけど、はい、最後の方も全然痛くなくて気持ちよかった覚えはありますね。え、初めからですか。うん、ちょ、向いてたのかもしれないですね。うん、今となってはね、いろんな人に見られる。うん、ね、お兄ちゃんだけじゃなく。嬉しいです、また見てください。そうですね、今は見せられないけど。うん、すぐ今検索してください皆さん。おすすめ作品ありますか。おすすめ作品、あの例だったら、うん、いろいろあると思いますけど、こういう役が得意だとかね。役か、うん、私でも気持ち的にはまだ女子高生なんで、うんうんうん、キャピキャピ系とか全然演じるの好きです、楽しい。あ、本当ですか。でもそれ以外だったら、バニーガールの格好した私が VR でいろいろイチャイチャするみたいな作品がありまして、結構前に撮った作品なんですけど、うんうんうん、ぜひ お気に入りですか。結構衣装が可愛かった、バニーちゃんの衣装が可愛い。やっぱ大事ですよね、女優さんにとって衣装、うん、そう、衣装が可愛いとね、全然テンションの上がり具合が違う。うん、大事ですね。下着が可愛いとか、うん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 、すごいテンション上がる。その中学の時の彼氏の名前は、うんと中学ですよね。中学です、ね、ちょっと珍しい名前だからこれもピーですね。ピーですね。ピーで、ピーでお願いしますよ。結構珍しい名前ですね。やっぱでも は見たらあっってなるんですかね。もう分かって、もう知ってるのかな。うん、レイちゃんぐらいだと思う。知ってると思いますよ、分かんないけど。連絡来たとかはないんですね。ないですね。お前出てるじゃんみたいな言われる方もいらっしゃるってよく聞くんで。あ、言われました。でも、うんうんうん、その人もね、一回関係を持った人で、私と。ああ、なるほど。恋愛には発展しなかったんだけど、はい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 、なんか一緒になんか夜会って、はい、話してみたいな、はいはい、まあ、じゃあしてないけど、おう、チューとか。不思議な関係ですね。あのマンションの上、はい、で いつぐらいですか。中学生ぐらい、それは高校1年生。あ、嘘、どういう関係なんですか。中3から高1に上がる間の春、あの休みの日、休みの時、春休み、春休み、春休みですかね、うん、まだ高校生になってないって感じの時に、はいはい、あの家がすごい近い男の子がいて、はい、この子も実は小学校の頃に私のこと好きっていうのを噂で聞いてたんですよ。なるほど、結構モテたんじゃないですか。じゃあ、いや、ね、いや全然、ね、そんなそんな、で、友達、友達キスとかおっぱいとか、まあそこまで、そこまでです。何なんですかね、それ逆に。なんで最後までなかったんですかね。断ってたんですか。いや、ゴムがないっていうのと、あとまだお互い首病だったのかな、そういう行為が。でも中学でもしてたんですもんね、もうすでにね。うん、でも向こうはだったんで。なるほどなるほど、きっ と, っときっとね。ちょっと新曲みたいじゃないですか、きっとってシングル出しましょう。聴いてください、花宮レイできっとニューシングル、ニューシングル